どうもこんばんは。お便りです。イエイ。どうもイエイ。皆さんいかがお過ごしですか？寒くないですか？てか今日は寒いからずっと家にいました。もうお外にも出ずに、まあちょっと外出たぐらいで、ちょっと窓開けたぐらいで、もうほんと寒かったから家から出ずに生きていました。皆さんは家から出ました？ね、雨も降ってるから寒い。マジで無理。ね、今日はマジで何もしてない。本当に食べて寝ただけ。あとドボンしたぐらい。マジで何もしてなすぎてやばい。でね、昨日は夜の3時ぐらいまで起きてたんですよ。ゲーム実況の動画見てて、なんていうゲームかな、なんかウィズアウトかな、なんかウィズアウト系、なんか面白くて、ゲーム実況の動画が面白くてずっと見てた。ポケモンの発売が楽しみでした。って、いつ？今日から休みもらってゲームしてた。どう？いいね。どんなゲーム？脱獄して、まあいろいろあるゲーム。そう、を見てました。寒いよ助けたっていっぱい来てください。劇場公演行ってみたいけど、ど新規だし一人で行く勇気出ないだって。え、当たったらもう劇場に来て、その場の流れに乗って劇場入るだけだから、そう、まず申し込みをねしてみるところから応援してます。ウェイアウト、そう、ウェイアウトっていう二人一組でやるゲーム。なんかまだ筋肉痛なんですよね私。やばい、あさっての公演までに治ってほしい。痛い、筋肉痛本当に。でもまあ南恋公園ってさ、あんまり踊んないよね。普通の公園よりかはあんまり踊らないから、うん、
2人で踊ったら休む暇ないもんね。確かに歌もね2人しかいないから。なんかもうあの劇場16人で公演してたのがマジで信じられない。なんか今思うと、もうだってあの劇場に16人も歌って踊れるんだってなんか今めっちゃ思う。なんかね16人であのステージってすごいな。よく入ったなって思う。楽屋とかもめっちゃいつもぎゅうぎゅうだったもんな。今は2人だからちょっと寂しい。だって寂しくはないです。楽しい。なんか自分がいっぱい歌えるから。でもね8人公演になったらいろんな公演ができるから、リセットとかね、いろんな演目ができるから8人公演も早くやりたい。16人の公演は行ったことがないからどんな感じなんだろう。だっておおすごい、16人の公演を味わったことがない方がすごいです。なんか今思えばもう本当になんであのステージの広さで16人いたみたいな、信じられないです今思ったら。多分普通にすごい大迫力だと思う。16人もあそこで歌って踊ってたらすごい。2人公演しか見たことないから想像つかない。だってそっか、そうだよね。マジで夢の国かなと思って初めて見た時だってすごい嬉しい。劇場行ってみたいです。だって待ってます。私はね明後日も劇場出るけど30日も出るので、30日は多分今受付してるから、そうぜひ応募待ってます。30日夜だっけって来た、忘れちゃった。夜かな。夜だって夜です。
眉間つまんで、だって眉間ちょっとつまめません。眉間つまめない。昨日エリちゃんとドボンで対戦してファンになりました。だって嬉しい。ドボンで対戦しただけでファンになってくれてありがとう。嬉しい。ドボンでさ、ドボンしますとかって755に言わずにさ、なんかやる秒数だけさ一言メッセージに書いたらさ、なんか普通にもうその1分後にやったらね、普通にあったの、自分のカードを持ってる人に。だからすごい本当に、そういつやこうやってやってもなんか誰かやってんのかなって思ってすごいびっくりした。すごくない？だって結構3時とか4時とかだった気がする。すごいね、常に誰かいる。ファンは対戦したいもんだって。じゃあぜひ対戦しましょう。ご本人登場はテンション上がるもんだ。だって確かに。たたた大統領になったらね、まずはなんとか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 のなんとか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 、ヘイ。え、ね、AKB の曲めっちゃ TikTok 増えたよね。すごい。なんで知ってるかっていうと、グループ LINE に TikTok で使える楽曲が増えましたってずらーって書いてあって、えーって。 TikTok がねどういう原理か本当わかんないんだけど、使える楽曲ってどういうことなんだろう。こっちが提供してるってことなのかな。だから使える楽曲増えましたみたいな感じでめっちゃ書いてあって、えこの曲とかも TikTok でやんだみたいな。そうだから、そうなんか、あ、いっぱい TikTok で AKB の曲できるんだなってその時思いました。
著作権、あ、著作権ね。 TikTok って著作権あるんだ。689日おめでとう、ありがとう。ハート作って、この今日カラオケでティーチャーティーチャー歌った、すごいね。ティーチャーティーチャーカラオケですごい。明日はさ、でも天気予報を見たら晴れのマークが書いてあった。嬉しい。明日は晴れますように。絶対に。だって雨降ると寒いじゃないですか。だから嫌だ。今は手の匂いは、私はこちらです。モリンガの匂い。これ一時期私がハマってたザ・ボデーショップのこのモリンガって匂いなんですけど、一時期私のファンの方がほぼ全員がモリンガのハンドクリームを買う事態が起きました。そうでね、最近は結構乾燥がすごいので、そうモリンガのハンドクリームを塗っておねんねしてます。結構ファンの方がモリンガ本当にガチでモリンガのハンドクリーム買いましたみたいな、めっちゃ言ってきてくれて、そうモリンガ、モリンガ2個持ってましたって。で私本当にこの匂い好きだったんです。でモリンガのねボディミストも買ったんです。買ってボディクリームも買ったんですよ、モリンガの。でもなんかボディクリームは私の好きな感じのボディクリームじゃなくて、なんか水っぽかったんですよ。ちょっとなんか私は結構重めのクリームが好きなんですけど、ボディクリームは。でもなんか結構なんかテクスチャが水っぽかったからあんま使ってない。そう、私はそうモリンガにすごいハマってた。そのボディミスト去年買ったけど10分の1しか使ってないだって。え、私と同じぐらいですね。じゃあモリンガ、ぜひ皆さん気になる方はゲットしてみてください。なんか高級なトイレの匂いするって言われた、誰かに。ロクシタンも持ってますよ、ロクシタンのハンドクリームも。モリンガはお店に行って買ってます。どんな匂い？ほう、なんか爽やか甘いって感じ。爽やか甘い、なんか甘すぎない、でも爽やかって感じかな。
シンプルで軽やかに香る華やかなモリンガの香りですって書いてあったって。確かにそんな感じです。もう夜ご飯食べちゃいました。夜ご飯はシチューでした。シチュー、あとでもミラノフードリアも食べた。でもラーメン食べたい、チャーハン食べたい。今日のバッグなんだか重くて、今日誰もそう誰かに持ってほしいかな。だからちょうど頭をし、新横浜ラーメン博物館行きたい。だって行きたい、確かに行きたい。ひななと行こう。じゃあ53分45秒にドボンしますね。いるかな誰か。今みんなこうやってマッハで準備してんだろうな。見たいなアプリ開いてすらないだって。おじゃあレサシだ。だって間に合わない、立ち上げが間に合わない、アプリ開いてすらない、間に合わん。え、日だってでもまあお二人いらっしゃったんで私のカードすごい皆さんがすごい一生懸命準備してるところ見たかったな。お、しかもドボン、やった。じゃあ次54分45秒でやりますね。これ間に合いますよね皆さん。もちのろん、もちのろんすけ、慌ててスマホ落としたらって。唐突に始まるんだね。だってそうです、私の配信でなんか唐突に始まらないこと、なんか唐突に始まること多くないですか。なんか逆に唐突に配信終わるし、なんか前もって予告することあんまりしないかもむしろし寄られたぜ。じゃあ次56分25秒。じゃあこれはねもう絶対間に合うと思うんで、皆さんよろしくお願いします。56分25秒。
るかな皆さん。私のね、おととい出た TGC カード、刮目せよ。そいや、わお、お、TGC カード持ちがいらっしゃる。ほんとよく引いたな。だって、いや本当です、マジで運良かった。今日のバーグハート作って、当たれなかったです。だって、あ、でもまた次もやるので待っててください、お待ちあれ。ドボン、私もビンゴ開けましたよ。あのビンゴのやつ、フォーチュンクッキーの次に出たやつ。お、上がられた。じゃあ次58分45秒で。どっこいしょー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 、そーらん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 、どっこいしょー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 、そーらん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 、誰もおらんだって。あ、ロンリネス、呼吸を止めて1秒あなた真剣な目をしたから、なんとか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 ロンリネス、なんとか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 知らぬふり、あ、見ないふり、すれ違いや回り、よっしゃドボン。お、じゃあ次は45秒、次は45秒です。間違えた、25秒に押しそうになったけどセーフ。45、45、そいや、
私の TTC カード刮目せよ。どっこいしょ。やばい、私マジどっこいしょとかよいしょってマジ口癖なんですけど、老人ってきた。お、上がられた。じゃあ次は2分35秒で、2分35秒でいきます。呼吸を止めて1秒、あなた真剣波を引いてくる。なんとか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 ロンリネス。そういや、おお、すごい、私のカード使ってくれてる人いっぱいいる。私上がり率31です。今32行きたかったけど31で安定しちゃった。ドボンなかなか上がれんのって。ドボンは大きい数字からなるべく出していくんですよ。それがコツです。お、終わった。負けてしまった。ドボンされた。じゃあ次45秒、次は45秒です。呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたから、うん、なんかさ、あえてバーストするのもコツだけどな。何のコツ？それは何のコツ？バーストを？コツとかないですよ。ドボンはもうもはや運ゲーなんで。これはお、やった、ドボン、ドボンしちゃってすんまへん。じゃあ次は6分25秒です。
え、待って、上がり率30に下がってる。受ける、上がり率30に下がってんだけど。え、そんなバナナ、え、嘘でしょ。下がっちゃったよ、30に。そんなバナナ、てかさ、この前なんかさ、上がり率とかさ、なんかやった数とかがさ、なんか上から5番目までに入ってたらさ、なんかもらえるみたいなあったよね。あ、上がられた。次8分25秒。あれ、どうなったんだろう。あれは終わってなかった。え、でも私絶対上がり率あの時32とかでキープしてたから、絶対5位以内に入ってる自信あったんだけど、もしかしたらもう5位以内からもう落ちちゃってたかな。ドボンだで、そう、今ドボンしてる。今日はマジでずっと寝て食べてしかしてないから、マジ話題がなくてちょっとドボンに頼っちゃった。うん、ドボンはいい運動になりますかって、ならないですよ、運動には。いいアプリだって、イエー。プランクしながらドボンやればいい運動だって。プランク知ってる、みんな。プランク知らないでしょ、絶対できないよ、ドボンしながらプランク。僕はね、ほんときつい。そういや、やった、上がれた。
じゃあ次11分35秒。え、なんで？お願い立ち立ちここに立ち3、4、5。今日はでもね、 ZOZO タウンでね、長靴探してた。長靴っていうかレインブーツ。なんか雨の日ってさ、何履けばいいか分かんないじゃん。夏だったらさ、なんかサンダル履いていけば靴下も濡れないし、別にサンダルだから濡れてもいいやって思ったけど、冬の雨の日って何履くんだろうって思って、なんかおしゃれなレインブーツないかなと思って探したけど、なんか好きなのなかった。好きな感じのやつなくて、でもまだ探してる。だって雨の日スニーカーで、スニーカーいっぱい持ってるけど、スニーカー濡れたら嫌だなって思うから、うん、あ、やった、ドボン、イエーイ。じゃあ次は13分ぴったり。次は13分ぴったりでやります。この間ワークマンで2000円のレインブーツ買いました。おお、ワークマンってさ、めっちゃなんか今女性用の服とかもめっちゃ売ってんだよね。すごい、何これ、ドボンオブザイヤー2021って、何これ、ドボンオブザイヤー賞、2021年のドボン、すごいいいな。よっしゃ、ドボン返しごめんねごめんね、うざいイエーイ。じゃあ次14分35秒で。ごめんね、ドボン返ししちゃった方、許してちょんまげ。え、なんて言ったっけ、私35秒、35だね。そいや、嬉しい、ドボン返しできたの。ドボンの勝率は今 30% だった、さっき見たら下がった。最高で私32だったと思うんだけど、ずっと31で、今見たら30になってた。ショック。うん、強すぎて草だって。いや本当に実力。
れた。ドボン。イエーイ。ごめんなさいドボン。じゃあ次16分45秒で。次は16分45秒。そいや。みんなは iPad を買いました？ iPad 欲しい。いくらぐらい？10万ぐらいですか？高っ。iPad で私が iPad 持ったらしたいことは、まあ、iPad 持ってんだけど、あ、待って、ドボンされた。次は18分ぴったりにあります。 iPad mini 買ったけど8万くらいでした。わお、うん、人手のアバターが多い。だってこれ人手じゃないで、どっからどう見てもお星様やんけ。人手じゃないですよこれは。ごめんなさいって。いや全然、確かに人でってよく言われるので、全然間違った見方ではないと思います。私はお星様だと思って書いたけど、まあいろんな人から人手でしょって言われるから、そう、まあ、まあみんな作者以外から見たら、まあ人手に見えなくもないデザインだと思うので、まあ、全然、まあ、まあ一応お星様なんですけど、そう、まあ人手って、まあ、人手、うん、まあ、人手ともね、まあ、まあ言えちゃうよね。うん、上がられた。じゃあ次は19分25秒です。なんでお星様になりしたんですか？お星様が好きだから。うーん、お、やば、またドボンされた。強いなみんな。次は20分じゃあ51秒。20分51秒に押します。ちなみに何してるの？だって AKB48 のドッポン独り占めっていうゲームしてます、みんなで。
そうアイコンがね私なんです、今このアプリの。でも多分今月で終わる説あるので、そう結構もう2ヶ月、おイエーイ、だからみんなでドポンをね遊びましょう。じゃあ次は22分25秒で、次は22分25秒。こんばんは、こんばんはだって、こんばんはって定型文なのかな。あ、そうなんだ。定型文今何にしてるかな私。お、終わった。じゃあ次45秒。定型文の先頭こんばんはだった。初期のやつ、あ戻っちゃってんのかな。じゃあこの配信終わったら設定しよう。お、すごい、みんなお便りパラダイス、しかもみんな TGC カード、すごい、つわもの。私も早くカナブンパラダイス欲しい。カナブンロマンスだから、あと何回やればカナブンパラダイスになるんだろう。5回。
間違えた大きい数字の方を出したかったのにな。あ、上がられた。じゃあ次は27分25秒。私何時からショールーム始めたかな。29分。じゃあもうすぐ1時間経つのか。すごどういう意味ですごいの。だって時間が あっという間ですごいってこと。あとどんぐらいやる。だって、じゃあ次の試合最後にしよっかな。次の試合最後で配信も終わります。じゃあ29分45秒。29分45秒です。皆さん当たってください。みんな私のカード持ってる。イエーイ。終戦だって。でもまたね、9時とかになったらゴールデンベッドタイムなのでやりますよ、ドボン。ごちゃで、ごちゃごちゃじゃないガチャで私のカードが出てこないって。え、私もね、ガチャ全然私のカード出てこないの。なんでだろう。運かな。ごちゃ。上がられたぜ。じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。じゃあ1時間ぐらいの配信になりましたが、見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位、マコピー。12位、タダ。11位、グアパート群馬には、群馬には11位、グアパート群馬には。10位日野と、9位筋肉愛好家、8位マーアットおだし、7位ジャンアット群馬ニアおだし、6位ユート、5位クルリン、4位ひとくまさとる、3位みやちゃん、
2位ボマ、そして1位はカンタアットカンカン、ありがとうございます。では今日の配信は終わりたいと思います。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。